平田橋事件殉職記念碑名古屋事件は、1884年12月、カバさん事件を回答していた、旧自由党の党員が起こした政府転覆未遂事件。名古屋の自由党員の組織であった、行動協会の会員らを中心として、軍資金調達のために、不合からの強盗、私兵偽造が企てられた。これは、政府転覆計画を実行に移すための資金であった。 強盗は、実際に実行犯20人により、50数回ほど実行に移された。1884年8月、愛知県西葛飼郡の平田橋付近において、警ら中だった巡査と実行犯らが遭遇し、この巡査二人を殺害する事件を起こす。この事件には、当時名古屋雷遊中であった、奥宮武之も関与している。また、同年12月、同県地田郡長、 草村役場において国税を奪う事件を引き起こしている。この二事件により10月以降実行犯らが次々と検挙されることとなった。3名が死刑、20名が無期懲役などに処された。ただし彼らは政府転覆を企てた罪ではなく単なる強盗犯、殺人犯として処罰された。1897年に特赦が行われた。ありがとうございます。